はい、どうも、小野賀太郎です。物語を書くのも読むのも、そして分析するのも好きな人です。今日はちょっとですね、フリートークとして、雑談で話すんでオチはないんですけど、千と千尋の神隠しについて話したいと思いますので、最後まで、お付き合いいただけると嬉しいです。日本ではもう、なんだろうな、知る人の方が多い、なんて言ったらいいんだろうな、知らない人はいないと言っても過言ではないと僕は思ってたんですよね。千と千尋の神隠しっていうと、ジブリの映画の中でも、興行収入トップですし、僕が初めて見たのは、確か中2か中3の頃なんでですね、僕今34なんで、15年ぐらい前に、映画館でこう見て、すごい、なんだろうな、衝撃を起きてですね、千尋と、当時の自分とその千尋を重ね合わせてですね、ダメダメな自分が、なんかすごい千尋に似てるな、みたいな感じで思いながら、こうすごい切ないというか、感動というか切ないというか、なんか、そういう複雑な気持ちをこう胸に秘めたまま映画館を出たような記憶があるんですけど、そういう思い出のある千と千尋の神隠しをですね、今日ちょっと見てきました。2020年の、7月の28日点なんですけどね、ちょうどなんかリバイバル上映っていうのかな、なんか特別上映があって、今全国の映画館でそのジブリを、なんだったかな、一生に一度は映画館でジブリを見ようかな、そういうキャッチコピーで、ジブリが全国で上映してるわけなんですけど、で、僕もですね、そうやって、15年ぶりぐらいに、千と千尋を映画館で見たいなと思って、思ってたんで、行ってきました。で、そこで、こう、起こった出来事というか、そこで僕の隣に座ってた女子大生ぐらいの女の子2人の、会話をね、こう、盗み聞きして思った話を今からしていきます。で、さっきのスライドであった通り、なんか今時の子って、もしかしたら千と千尋の神隠し見てない人の方が多いんじゃないかなというか、なんかジブリそのものを見てない人も結構多いのかなっていうふうな印象ですね。隣の二人組のその女の子の会話だけなんでね、なんていうか、なんだろう、ターゲット層というか、その分析対象としては少ないんで、当てにならない情報なんですけど、ただそれにしてもなんか、今日その二人の会話がすごく僕にとってはなんかカルチャーショックを受けたんですね。その話をなんかすごい、YouTube で話したいなと思ってたんですね。で、話の、種というか、千と千尋の神隠し見てきたっていうところで、この三つですね、リバイバル上映で映画館に行ってきましたと。で、二つ目が34歳の僕は中3以来15年ぶりと。で、三つ目はその JD、女子大生二人組の会話にカルチャーショックを受けたって言って、さっきの前振りで話したことではあるんですけど、どういう話をしてたのかっていうと、なんつったのかな。ちょうど、お昼の3時に、千と千尋の上映があってですね、僕は2時40分ぐらいにその映画館のロビーでちょっと待ってたんですよね。で、そしたら、隣二人組の女の子がこう、他の映画を見に来た女の子たちが座って、で、そこで話してたんですけど、なんかジブリ見たことあるみたいな、そういう話になったんですね。で、いや、なんか、全部は見たことないけど、みたいな、いろんな作品のある、ジブリのいろんな作品ある中で全部見たことはないけど、みたいな話なんですね。なんか、キムタクの声しとった作品って何やったっけみたいな感じで。あー、何やったっけみたいな、なんか、ハウルかなんかそういう感じの、なんか、あやふやな、なんだろうな、あのアニメってジブリだったっけみたいな、そういう話になってですね。で、なんか、シータとパズーのやつは、タイトル何やったっけみたいな感じで。で、確かラピュタやったんじゃない?みたいな感じでこう話してたんですね。で、僕の中では、ラピュタも、それからハウルもですね、その他の、紅の豚とかも全部、思春期の頃に見てた映画なんで、タイトルがそうやって思い出せないっていうこと自体がすごく驚きだったんですけど、よくよくなんか話を聞いていくとですね、こう普段からアニメそのものを見てないみたいなんですよね。で、なんか、いや、うちそういえばアニメってそんなに見らんのね、みたいな感じで言って、わかるみたいな話をしてたんです。僕はアニオタなんで、その話を聞いてて、今時の子ってもうアニメも見ないの?みたいな、いうふうに思ってたんですけど、なんか話を聞くと、ドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、なんかポケモンとかはテレビでちょいちょいこう流れてたら見るけど、なんかジブリは、なんか好きな人は好きだけど、私にはよくわかんないな、みたいな、そういう話をしてたんですよね。で、なんかこれが時代の差なのかな、みたいな。34歳の僕と、もしその子たちが20歳だったとしたら、
14年の差、ちょうどだから僕が、中学2、3年の頃に初めて、千と千尋を見たときに、その子がちょうど生まれたぐらいの世代差だと思うんですけどね。ああ、そっか、みたいな。14とか15歳離れてたらそういう感じなんだ、みたいな。もうジブリとか見てない世代、もしくは見たとしても、金曜ロードショーとか、もしくは、親が、なんか、DVD とかブルーレイを持ってるか、ツタヤでレンタルをして、ちょろっと見たぐらいなのかなっていうふうな感じですね。なんかすごい、寂しさをちょっと感じたという、ただそれだけの話なんですけどね。なんかオチとかはないんですけど、なんかその話を聞いてて、すごいちょっと複雑な気持ちになったというか、確かに僕も言われてみるとですね、今34なんで、じゃあ例えばじゃあ、僕が生まれた頃のよりも前の、15年以上前のアニメとかを見てたかと言われると、確かに見てないなみたいな。ちょっと15年以上前のアニメが何があるかとかちょっとわかんないですけど、ガンダムとか、なんか、手塚作品とか、もしくはまた白黒のなんかアニメとかいろいろとあるわけですけど、そう言われると確かに自分も過去の作品ってなんか、見たとしても本当5年とか10年、いないぐらいかな、みたいな感じで考えると、その子たちの、なんだろうな、ジブリを見てないっていうのも、納得できるものなのかな、というふうに、そういうふうに感じたという話でした。今回は別になんか物語の分析とか考察とか解説とかは全くないんですけど、なんかね、ジブリ、15年ぶりに映画館で見れてよかったと思うのと反面、見てない人もいるんだっていうのを知ってね、ちょっと寂しかったっていう、そういう話でした。はい。最後までご清聴ありがとうございました。ではでは。